こんにちは。現在全国の初等中等教育機関において平成20年の第3次取りまとめを指針として人権教育を推進していただいております。その進捗状況に関する調査が平成20年と24年に実施されました。その結果からさまざまな面での進展や成果が、そしてまた課題等も明らかになりました。それと同時に、今後一層効果ある取り組みを進めていただくためには、第3次取りまとめの内容に関する若干の補足的説明や情報提供も必要であることが分かりました。そこで今回は、人権教育の基本事項というテーマのもとに、人権教育の内外の動向、人権の本質と内容、人権の特徴についてお話ししたいと思います。まず人権教育の最新の国際的動向を見ておきましょう。1995年から2004年までの人権教育のための国連10年は、国際社会を挙げて人権教育の推進を図ろうとする初めての国連事業で、大変意義のある試みでした。これを発展的に継承する人権教育のための世界計画は、日本を含む若干の共同提案国の発議により2005年に開始され、今日まで進められてきております。2005年から2009年まで実施された世界計画第1段階では、初等中等教育機関における人権教育を学校教育の主流に位置づけ、児童生徒が自分の人権、他者の人権を尊重し実現するために必要な知識や理解、諸技能、価値態度を育成することを目指す人権教育の推進が目的とされました。2010年から14年までの世界計画第2段階では、第1段階の目的達成の努力を継続しつつ、新たに高等教育機関等における人権教育の促進と、教職員、公務員の人権教育の充実発展が目的とされました。そして2015年から2019年までの5年間が世界計画第3段階と定められ、現在進行中です。この第3段階の目的は、第1段階第2段階における目的達成の取り組みを継続しつつ、新たにマスメディア関係者あるいはジャーナリストを対象とする人権研修の促進を目指すこととされています。他方、我が国においては国連10年を機に制定された人権教育及び人権啓発の推進に関する法律、人権教育及び啓発に関する基本計画などに基づいて、国連の人権教育推進事業にこうした取り組みが進められてきました。学校における人権教育については、基本計画に基づいて文部科学省に設置された人権教育の指導方法等に関する調査研究会議による人権教育の指導方法等の在り方についての第1次から第3次にわたる取りまとめに沿って人権教育が推進されてきました。取りまとめは国連の人権教育関連文書に盛られている人権教育の理論的実践的内容に関する研究を土台とし、合わせて内外における従来の研究実践の蓄積を活用して作成されました。特に第3次取りまとめ公表以降は、これを指針とした人権教育の推進取り組みが全国的に展開されてきております。そして平成24年度からは、都道府県教育委員会を通じて全国から集められた人権教育に関する特色がある実践事例が文部科学省のウェブサイトで公開されています。このように21世紀を人権の世紀にすることを目指し、普遍的な人権文化の構築に必要な資質能力を育成する人権教育が内外で進められてきているわけです。誰もが人間として尊重されることが当たり前であるような人権文化をこの日本社会に構築するためには、学校における人権教育の促進と定着が欠かせません。その際、第3次取りまとめで強調されている通り、
校園長を中心に全ての教職員が一致協力して人権教育の場としての校園の環境づくり、あらゆる教育領域における人権教育の推進と充実に取り組んでいただくことが決定的に重要となります。ところで人権教育に取り組もうとするときに、そもそも人権とは何なのか、その特徴とは何なのかという人権の本質や特徴を児童生徒に伝えるとなると、これがなかなか難しいと思ったことはないでしょうか。実は私自身もそういう経験をしたことがあります。人権教育の理論や実践方法の研究を進める中で、自分自身がそもそも人権について基礎的な知識を必ずしも十分に持っていないことに気づかされました。そしてさまざまな本を読んだり、研修会に自ら参加したりして、人権の本質や内容、特徴などに関する知識を深めるように努力いたしました。そして初めて講義や演習の場で人権について理解していただけるように講義をしたり、あるいは演習を行うことができるようになりました。そんな自己経験がありますので、今日も最初に人権の本質と内容、並びに人権の特徴について皆さんとご一緒に再確認しておきたいと思います。まず人権とは何なのかという人権の本質について確認しておきましょう。人権とは、人が尊厳ある生活をするのに必要な基礎的基準をなすものであるとされています。言い換えれば、誰であれ人という存在が生まれつき保持している人間の尊厳というものにかなうような生活を送る上で絶対欠かせない諸条件の物差しであるというわけです。さらに人権は、全ての人がいつでもどこにいても平等に保持している諸権利であるとされています。日本語では人権と呼ばれますが、この人権という漢熟語からはその具体的な内容をイメージしにくいところがあります。しばしば人権とはなんとなくいい感じがする抽象的なものという捉え方がされていないでしょうか。しかし例えば英語では Human Rights と表現されるように、人の権利という熟語の権利の部分が複数形になっています。人権とは人間の諸権利なのですね。つまり人権を構成する権利や自由は抽象的観念的なものではなく、指折り数えることができる具体的な実態を持つ権利や自由の集合体であるわけです。ですから人権イコール思いやり優しさというように、抽象的観念論的に捉えると人権の本質を見失ってしまう恐れがあります。では人権の具体的内容について簡単に確認しておきましょう。まずは自由権ないし市民的政治的権利と呼ばれる人権があります。これは1789年に出されたいわゆるフランス人権宣言にほぼ従前に内包されています。その具体的な内容としては、思想・良心の自由、表現の自由、信教の自由、学問の自由、集会の自由、結社の自由などが挙げられます。自由権は歴史的に見ていち早く主張された権利であるため、第一世代の人権と呼ばれることがあります。次に社会権ないしは経済的社会的文化的権利と呼ばれる人権があります。内容としては生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利などが含まれます。社会権は19世紀の産業革命が進展する中で徐々に意識され要求され、20世紀になってやっと広く認められるようになってきたものです。社会権は比較的新しい人権であるため第二世代の人権と呼ばれることもあります。なお今日では持続可能な開発、平和の権利、環境権なども人権に数えられるようになってきています。これらは第三世代の人権と呼ばれることもあります。次に人権の特徴を確認しておきましょう。
これらの特徴をしっかり理解することは、幼児、児童、生徒にとっても極めて重要なことなのです。そこで国際的に最も著名な人権教育者であるミネソタ大学のナンシー・フラワーズ教授の表現によりながら、人権の特徴を確認しておきたいと思います。第一に、人権にはすべての人がいつでもどこにいても平等に持っている諸権利であるという特徴があります。誰彼を問わず、すべての人がどんな時でもどんな場所にいても全く平等に持っているというこの特徴は、人権の普遍性と呼ばれます。第二に、人権には奪い取ることも譲り渡すこともできないという特徴があります。国家であれ、他の個人であれ、誰かの人権を奪い取ることはできないというのです。同時にまた、誰であっても自分の人権を誰かに譲り渡すこともできません。人権は人間の内容にある人格性とその尊厳に由来するものであり、人間から切り離すことはできないからです。この特徴は人権の不可乗性と呼ばれています。第3に、人権には人権を構成するどの権利もどの自由も否定されることはできないという特徴があります。少し分かりにくい表現のように聞こえますが、人権を構成しているさまざまな権利や自由は、それぞれが人権の不可欠の構成要素である。例えば、ある人がプライバシーの権利を侵害されたとします。その人はたとえ他の人権がすべて守られていても、もはや人間らしく生きることができなくなってしまうでしょう。この特徴は人権の不可分性と呼ばれています。そして第4に、人権を構成している権利や自由は相互に関連し合い、補い合う形で人が人らしく生きることを可能にしているという特徴があります。例えば、教育を受ける権利は働く権利、賃金を得る権利、文化的生活に参加する権利等々と相互に関連し合い、補い合っています。それぞれの権利や自由が相互に補い合いながら、人がその尊厳にふさわしい生活ができるようにしているわけです。この特徴は人権の相互依存性、あるいは相互補完性と呼ばれています。最後に、人権と責任との関係について考えておきましょう。それは同時に、人権と権利一般との違いを明らかにすることにも関連しています。誰であれ、人権を要求する者は他の人々の権利を侵害しない責任を、また権利を侵害されたり否定された人々を支援する責任を当然負うことになるというのです。人権は普遍性、不可乗性、不可分性、相互補完性を持つわけですが、他者との関係の観点からは、自分の人権を要求することは同時に他者の人権を侵害しないばかりでなく、人権被害者を支援するという責任と対応しているということになります。これは人権の共存という考え方であり、日本国憲法第12条で指摘されている事柄と重なります。このように、人権は他者の人権を尊重し、その実現に積極的に関与する責任と対をなすものであること。これは大人も子どももきちんと理解し、実行できるようにならなければ、結局は人権を享受する、つまり人権の恩恵を被ることができなくなってしまいます。人権は人が何らかの義務を果たすから代わりに認められるものではありません。人権は誰もが生まれた時から無条件で保持していて、生きている限り失うことも否定されることもできない諸権利だからです。もし人権が何らかの義務と対応するものであるとすれば、乳児や病気の人、老衰した人など、いわゆる義務を果たすことができない人は人権を持たないということになってしまうでしょう。これはとんでもない間違いです。何一つ義務を果たせない生まれたての赤ちゃんでも、もちろんのこと人権の保持者なのです。だからこそ、赤ちゃんも当然生きる権利、愛され保護される権利、
人として尊重される権利を持っているのです。他者の人権を尊重する責任とだけいわば対応なしている人権を契約関係における義務と対応する権利一般と混同するようなことがないようにきちんと教育することが本当に大切なことであります。今回はここまでにいたします。